米沢泉のフィールファイン TV。またちょっと間が空いてしまいましたけどね、土曜日。4月になって初めてね、墨田区の外に行って、しかも電車乗ってね、ちょっと組合のね、雑作業を、引っ越しその他の手伝いしてきたんですけどもね。そのね、往復でね、定期券、例によってモバイルスイカ定期券使えない、やばいっていうんでね、前に話した通り。本日は320円で新宿との間を往復してきたので、その制度の紹介と落とし穴について語りたいと思います。はい、というわけで本日ですね、米沢、これまでね、病院とコンビニとスーパーとドラッグストア、家の近所ね、までしか歩いたことがなかったんですけども、この4月に入ってからね、今日初めて、多分コロナ、もう治ったでしょうということで、ね、まだウイルスは排出していくかもしれないけど、今日どうしてもってことでね、組合の雑作業、引っ越しの手伝いとか、ね、機関紙の印刷や、折り込み、封筒詰め発送、その他いろいろね、やるために、事務所行かなきゃいけないってことで外出してきたわけですけども、前にね、語った通り、動画貼っておきますけどね、例によって、モバイルスイカ定期券、使えません。使うと払い戻しができなくなる。いうことでですね、ここはね、普段だったらローソンの事務所、初台駅のすぐ近くにあるんで、昔の京王の、地上、のにね、路面電車が走ってたところのすぐ裏手にある事務所なんですけどね。もうすぐ引っ越しなんですけど。そちらまでね、いつもはね、定期券で往復してましたね。米沢恵比寿の会社に勤めておりますので、恵比寿まで代々木乗り換えなんでね、錦糸町までちょっと長いんですけど歩いてって、錦糸町から代々木まで行って、代々木から 1.5 キロ歩くと事務所なんですね。ということで、そうやって使ってたんだけど、定期券が使えない。前にもここで語った通りね、モバイルスイカ定期券4月7日以降、よりあと4月8日以降使うとね、払い戻しがやばいことになるってことでね、払い戻しが厳しい。で、何度も言うように、全然関係ない区間でピーってタッチしてもそれダメなんだ。なんで、米沢モバイルスイカを使わない、物販は使っていいんでね、使ってますけど、もう IC カード乗車券として使わないっていうことで。さあ、どうやって往復しようって思った、これは昔たまにやってたやつなんですけどね。今回もやってみたってことで、それがこちらの切符になります。はい、何のことはなく、これは押上駅、東京メトロ半蔵門線の押上駅から320円の都営の連絡切符でございます。そして、どのように降りたかというと、ご覧の通り、これ、押上駅で降りてますね。都営の押上駅。管理形成なんですけどね。都営浅草線の押上駅で降りて、これでなんと320円で乗れてしまう。しかも、この、7時間近くね、組合の会議、組合の事務所で仕事したんで、雑作業したんでね。ちゃんと、ね、これ通勤使えるじゃないかっていうね。あれって、片道160円、なんていうの160円乗れるじゃんってね。これを今日ちょっと語りたいと思います。落とし穴もあるんで、それも合わせて注意喚起としてね、語りたいと思います。なんてことはないですね。種明かしをすれば、要するにこれは往復使ってないですね。往復乗車じゃないですね。経路としては往復じゃなくて、単に片道なんですけども。つまり東京メトロと都営地下鉄の間にはですね、紙の切符に70円割引という、もうとてつもないね、大幅な乗り継ぎ割引が設定されていて、かつ東京メトロの、押上駅と、都営地下鉄の押上駅、これ別の駅ですからね。だから押上駅、メトロの押上駅で乗って、そして、その後ね、浅草線の押上駅で降りても、何の問題もないです。それはもう、全く別の駅ですからね。環状線収集所にならないってことで、これ乗れるってことだ。そしてですね、この切符がなぜ320円になるかの、紙の切符だとね、320円になるかということの計算根拠は、このルートですね。実際にこの、乗り継ぎがね、距離が短くなり、運賃が安くなるルートは、これは住吉と馬喰横浜乗り換えですね。メトロの半蔵門線の押上駅から、住吉まで2駅。で住吉で都営新宿線乗り換えて、そしてその後、馬喰横浜からで、これが、改札外ですけども、同じ都営で、新宿線から浅草線の東日本橋に乗り換え。そして、押上駅までというルートで、こちらがですね、運賃計算キロの合計が 9.3 キロ。そしてですね、東京メトロの運賃が、東京メトロ 2.4 キロなので、これが170円。です紙の切符の場合ね。そして、住吉から馬喰横山乗り換えで押し上げまでが、これがですね、距離が、6.9 キロということで、こちらがですね、いくらだっけ？ 220 円ですね。
紙の切符で220円。ということで合わせて390円なんですが、東映とメトロの間には70円の乗り継ぎ日があるために、70円差し引いて320円ということになります。そして本日どのようなルートに乗ったかというと、まず当然押上駅から乗るんですけども、この後ね、大手町駅で、丸の内線に乗り換えました。丸の内線は、半蔵門線のホームからは比較的、まあ深さが全然違うんでね、エスカレーター長いですけど、比較的楽に乗り換えができます。そしてこれで新宿三丁目まで行って、新宿三丁目の乗り換え改札から、下車して、当然切符はこれから都営に乗り換えられる切符ですので、出てきますからそれを抱えて、組合事務所まで2キロ歩いて行きました。まあつまり、代々木で歩くより500メートル長いんだね、片道ね、ということでした。で、この後、戻ってきてね、新宿三丁目まで戻ってきて、都営の新宿三丁目、都営新宿線の新宿三丁目にその切符を通して入場して、そして曝露横浜ではオレンジ色の改札を通して、出てくる。そして当然ながら東日本橋駅の改札も通して、まあ、そしてですね、押上駅で、という感じで、無事出場できたということになりますね。なんと8時間、メトロの押上駅で乗ってから8時間後に都営の押上駅で降りると。まあこういうことになったわけですね。さあ、そしてこの時に問題になるのがね、よく最近、よくっていうかもう、かなり昔からパスネットの時代からだからね、もう20年以上なんですけども、20年近くなのか、なんですけども、あれですね。30分以内乗り換えルールっていうのみんなね、なんかね、よく地下鉄にね、乗る人はなんとなく頭に入ってると思うんだけど、この30分ルールどうなってんのって。ね、米沢はこれ12時前に新宿三丁目で降りて、19時過ぎに新宿三丁目から乗ってるわけですよ。7時間改札出てんだね。これ許されるのっていう、ま、問題があるんです。さあ、ここで東京メトロの、乗り換えに関する注意のホームページを見てみましょう。はい、乗り換え時間の注意事項。ここに、もういきなりでっかいバナーでね、30分以内でお願いしますって、まあ出てるんだけど、よく見てください。切符回数券 IC カード乗車券の時。ということで、切符回数券 IC カード乗車券を使用して、下記の乗り換え駅で一旦改札で口を出場して乗り換える場合、乗り換え時間が30分を超えますと、切符回数券の場合、新たに乗車券が必要になります。IC カード乗車券の場合、乗り換え駅で運賃が打ち切られ、新たに運賃が計算されますという、まあね、お馴染みのルールが書いてあるんで。ね。のでご注意くださいって書いてあったけど。これね、このままページじゃなくてスクロールして見ていただきたいね。はい、下の方を見ていただくと、はい、IC カード乗車券、他鉄道線連絡という項目があって、なぜかこの他の鉄道線連絡は IC カード乗車券しか書いてないね。回数券、紙の切符が書いてないね。そして、IC カード乗車券を使用して、下記の乗り換え駅で一旦改札口を出場して乗り換える場合、乗り換え時間が30分を過ぎますと、超えますと、乗り換え駅で運賃が打ち切られ、新たに運賃が計算されます。のでご注意くださいと。ね、お気づきになられたでしょうか。なられましたよね。紙の切符の連絡切符の時は何も書いてないね。つまり時間制限がないってことでございまして、まあ、このルール、間違いなくね、使えたってことで今日まあ実証できたんですけどもね。実はこのルール落とし穴もあるってことでちょっとこの後また説明をしたいと思いますので、ご注意、お気をつけください。で、このテクニックが使える条件としてはですね、まあ難しいです。これ米沢だからたまたまできるだけって説が濃厚です。まず、目的地に改札外乗り換え、ラッチ外乗り換えがなきゃダメだね。そしてその目的駅まで自分の住んでる住所から
遠くないところにメトロの駅と都営の駅、別々でもいいんだけど、どう二つがなきゃダメなんだね。なかなかこの条件揃ってる人少ないだろうって話があるんですけど、まあたまたま米沢の前この揃ってたってことでね。昔あの新宿中央公園のすぐ近くにあったね、会社に業務委託でもう7年、6年ぐらいかお世話になったんですけど、もうその時にね、在宅の勤務の時も期間も結構長くて、その時はね、まあ月2、3回打ち合わせなんでこれで行ってたね。これで出勤してたっていう、まあ、出勤とは言わないのか、これで会社にお伺い立てに行ってたというのもありまして、まあ、今の申し上げた通りの条件で一応やってみてください。もう一回言いますと、自宅の近くに、同じでなくてもいいけど、近く遠くないところに、メトロの駅と都営の駅があると。バラバラでも同じでもいいんですけど、あること。それから2点目として、目的地から遠くないところに、メトロと、それから、都営の、改札替え乗り換えの改札口があること。まあ、この二つを満たしている場合は、ぜひやってみていただきたいと思います。ただしですね、これ先ほどもちょっと予告しましたけどね、これ注意点があるんだね。これね、改札、乗れるんですけどね、改札が閉まってしまうというね、まあこう閉まるのこうじゃないよね。こうか。こう、改札が閉まってしまうことがあるっていうね、お気をつけください。これ何かっていうと、実は今説明したルールだとね、まあ、要するにメトロでも、メトロだけ、紙の切符でも、メトロだけの時は、30分で改札閉まるってルールじゃないですか。まあ、ちなみに東映地下鉄にはないって、まあ、以前にもお話ししたと思います。大型ルート乗車の時かな、説明したと思うんですけども、東映は30分過ぎても閉まらないんだけど、紙の切符の場合はね、IC カードはダメです。閉まります。で、紙の切符の場合は30分経っても通れるんだけど、メトロの単独券の場合はこれ通れないんですよ。30分の、改札外乗り換えでも30分過ぎるとダメなんですよ。さあ、ここで何が起こるかっていうと、じゃあ、都営からメトロっていう連絡乗車券買って、メトロ側で乗り継ぐときにどうなるかっていうことなんです。これ実は米沢一回ね、本当にハマったことがあるので、注意喚起とさせていただきたいと思います。まあ、何をやるかというと、今日はね、メトロ先に乗って都営降りました。で、まあ、しかもメトロ途中でね、改札外乗り換えがなかったんですけども、これ逆に乗ったとしましょう。しかも改札外乗り換えが挟まれるような場所だったとしましょう。そうすると何が起こるかっていうと、実はね、まあ、都営で来るじゃないですか。押上から新宿三丁目まで、何らかの形で。で、その後、例えば今日みたいな7時間、外で用を出してました。その後、メトロに乗ります。これは当然乗れるんだよ。さっきも言った通りね。連絡乗車券の紙の切符では時間制限がないので乗れます。しかし、なぜか、この後、メトロの同士の、ラッチ外、改札外乗り換え駅で出場してすぐに別の改札から入場しようとするとね、閉まるんだよ、これ。ね。おそらくこれ買った時間とかでチェックしてるんじゃないかと。よくわかんないんだけどね。これとにかくメトロの改札、メトロの中で、つまり都営からメトロの乗り換えでえらい長時間経ってしまった切符は、その後メトロや入場はできるんだけども、そのメトロの後でさらにメトロ同士のラッチ外乗り換えしようとすると、閉まってしまいます。気をつけてください。ただしこの場合は、事情をちゃんと、係員さんに説明すれば、通れます。ちゃんと友人改札から通れるので、ここは頑張っていただきたいと思いますが、まあ、頑張るの面倒な人は常にメトロから乗るようにしていただいた方が無難です。メトロから先に乗った場合は、メトロ同士の、改札乗り換えは30分以内なら問題なくいけるので、メトロ同士だったら大丈夫です。ぜひ、そのような注意点をよく、念頭に置いた上で、このやり方、ぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、7、8分終わると思ったら、やっぱり10分超えちゃったじゃないかって。皆さんは何をやっとるんだったんですけどね。ということで、本日、ちょっとした、チップス、定期券使わないでね、たまに行くときに、ものすごく恐るべき、契約ができる。ただし、すごく条件が縛られてるっていうね、まあそういう雑ネタをご紹介したということです。明日は配信予定ですけどね、シークレットだよ、明日は。予告なしで配信されてたわかるシステムになっています。バレバレですが。というわけでチャンネル登録よろしくお願いします。